ドン、始まりました。アースファミリーチャンネルでーす。パフパフ。パフどうも、トミちゃんでーす。どうも、柴くんでーす。よろしくお願いしまーす。始まりました。イエーイ、ありがとうございます。嬉しかったのが、まあ、ここのね、友達なんですけど、たっちゃん。ああ、たっちゃんね、うん、メッセージをね、いただきまして、よかったよって、面白かったっていうことで、ね、うん、毎週月曜日にやるよって言ったら楽しみっていうことでございましたね。いいね、本当にありがとうございます。あと、はるさんとかもメッセージ来て。あ、来た。そうそうそう、この商品知っとるよとかっていうのを。おお、ほんまに。へえ、ありがたい限りでございますので、はい、これからも一つよろしくお願いします。します。今日はですね、私トミちゃんのですね、はい、おすすめ品でございます。い、相方のね、しばくんがまだ食べたことがない。そうなんですやつで、もうこれはぜひ私食べてほしいなっていうものを今日ね、用意しました。餃子なんですよ。はい、で、餃子でもうちってお店を行ったことある方とか、まあ、ご存知ない方も理解をしていただけたらなと思うんですけど、冷凍品が多いんですよ、お肉とかっていうのは。うん、うちってオーガニックで無添加なものをご案内してるので、うん、お肉ってやっぱり賞味期限の問題とかがあるし、ね、あとはお肉とかってやっぱり結構知らないところでお薬を結構投与してて、色を良くする、発色を良くするだったりとか、そう、見栄えを良くするっていうことで、使われてるものがあるんですけど、うちはそれをやっぱやってないので。でも、じゃあ店頭に生の肉って置こうと思ったら無理なんですよ、足が速すぎて。うん、で、どうしてもお肉とかは冷凍品になるし、冷凍関係で加工品のものとかっていうのは、どうしてもお肉関係はそういう風になっちゃうんですよね。うん、でその中でも非常に私がもう愛してやまない餃子もね、何種類かあるんよ。何種類かある中でも、もう私がおすすめなのがですね、ジャンボ餃子っていうのがありまして。こちらでございます。はい、今日は私とみちゃんがおすすめなのがこれの水餃子でございます。相棒の柴君にね、ぜひ食べてもらおうと。はい、なので今日はこちらを私が今から水餃子にして柴君に召し上がっていただこうと思います。今日はこちらの紹介でございますので、はい、ぜひね、こちらの動画見て彼のリアクションを楽しみながら見ていただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。はい、では早速でございますけど、調理の方に行ってみよう。はい、というわけでございまして、水餃子が完成しました。はい、差し替えでちゃんと今から映像が流れます。あったかーい。はーい、今日は、こちらの水餃子を水にこの餃子を入れて、結構味付けが濃いので、うん、でそれをそのまま煮立てて沸騰してきたら、だし醤油をちょろっと入れて味付けにしてますのでね、簡単にできる水餃子でございますので、はい、早速試食タイムということでございまして、しばくんに食べてもらいましょう。すごいこのでかさ、わかるかなこのでかさ。いただきます。うん、うん、めっちゃうまい。ニンニクとか、ああ、後からこの何、白菜かなんか分からんけど、甘みが最初がツーンとニンニクくるね。うん、めっちゃうめえ。これだけボリュームがあるから、めちゃめちゃ食べ応えがある。中の具材もシャキシャキで美味しいわ。これは確かにうめえ。そう、いただきます。これはうめえわ。うまいわ。よだれが。今日は前回ご紹介したポン酢醤油とか、しばくんおすすめのね、この柚子胡椒、こちらも使って味変をしてもらいたいなと思って。ああ、十分美味しいけど、これつけたらどうなるの？今日はね、しばくんに食べてほしいっていうための動画です。食べる係です。作ってもいませんから。はい、多分食べるだけ。さあ、ポン酢で。うん。どう？うん。さらにうまい。ねえ、いいでしょ？わお。こりゃたまらんべ。うん。うまい。今度は柚子胡椒でございます、ね。はい。柚子胡椒、餃子につけてもうまいんですよ。これはもう、マジこれほんま天才。もうこれ、やっぱり。うわー、ええわ。つけようと思いますね。めちゃめちゃいくね。うん、
ね、うめえわ。うめえ。やべえやろこれ。想像以上に柚子の香りがするね。めちゃくちゃうまい。うん。餃子とかってさ、家でやろうと思ったら結構大変じゃないですか。うん、自分たちで包んでとか、ね、そう、タレ作ってとかだけど、めんどくさいなとかっていうご家庭とかにも、ぜひおすすめな一品でございますので。うん、これは美味しい。お店によって、実は大きさ、お店の規模。うんうん、っていうのが違うので、どうしても取り扱いに限界があります。大きいお店とかだったらいろんな種類があるんですけど、小さなお店とかだったらどうしてもその店舗のサイズによって置けてないものもやっぱりあるので、それでもね、この動画で紹介してるやつはちゃんとうちのホームページの通販でお求めしていただくことが可能でございますので、はい、はい、遠慮なく言っていただけたらなと思います。てっ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 てー、ポン酢というでしょうね。いや、もう絶対うまいやん。食べんでもわかるわ。どうよ。うん、うま街道。なんじゃそれ。今日はズボラでやりましたけど、白菜を入れるなり、椎茸とか、そういうのも入れていただいても全然美味しくいただけますね。絶対うまい。ジャンボ餃子でございますので。はい、大変大きゅうございますけど、はい、食べ応えがある商品でございます。はい、無添加ですから安全安心、うん、これもまた動画とかを撮ってね、ちゃんと説明もできたらなと思いますけど、添加物っていうものもね、アースファミリーではあるけど、どうしてもそれは安全安心をモットーにしてますので、添加物入りのもの、もちろん体に入っても大丈夫ってものもあります。でも調べてみるとやっぱりほとんどがちょっと体によろしくないんじゃないのっていうものが多いので、うんうん、ちょっとどうなんか分かりませんねっていうやつとかね、うん、すごい簡単なこと言うと、アースファミリーの商品って市販のスーパーとかそういったものに比べると値段はやっぱり基本的にちょっと高いです。でも高い理由はなんでですかって言ったら、添加物を使ってない、思てば体に入れるもので、うん、やっぱり変なものはまあ使わずに、安全安心なものをちゃんと使ってますよっていうところもあって、だからどうしてもそこで原材料が高くなっちゃうので、原材料を安くしよう、もう安く販売しようと思ったら、その原材料を食品添加物であったりとか、原料が石油とかのものを使って調理されるっていうのはあるんですけど、うちはもうそういうの一切なしなんで、はい、はい、ぜひ、こちらのね、このジャンボ餃子でございますけど、店頭でももちろんお店でもね、在庫があればお取り扱いもしてますし、まあなかったらまた通販とかでのご案内というのも考えておりますので、ぜひぜひお申し付けていただけたらなと思います。ただ状況によっては通販とかでも在庫状況がって言って、一時期手に入らない時ももちろんありますので、ちょっとそこはご了承していただけたらなと思いますので、よろしくお願いします。今日いかがでしたか、柴くん。あー、私のトミーちゃんおすすめのジャンボ餃子、これは最高です。もう100点満点。これからもいろんな商品を紹介していこうと思いますので、はい、今後ともぜひ楽しみにしていただけたらなと思います。この動画今日見てまたね、よかった、面白かったなと思っていただけましたら、チャンネル登録、高評価、コメントよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。